日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。来季に向けた補強に動き出した各球団、その目玉の一つが争奪戦になっとった中日ドラゴンズのライデル・マルティネス投手。12球団の中でも一番資金力のある福岡ソフトバンクホークスが参戦しとって、まるで壮絶なマネーゲームになっとったんよ。その動きにみんな注目しとったばい。けど20日の深夜に予想外の展開が起こったんよ。マネーゲームでは圧倒的に有利だと思われとったホークスが、なんと獲得を見送ったって言うんよ。なんで撤退したんか気になるところやけど、今回はその裏側について紹介していこうと思うばい。とりあえずホークスや県安易な博多弁抜こう取るばってめんどくさかけん、この後は普通に読み進めるばい。バトルフェイス。ソフトバンクが今オフに契約満了を迎えた中日のライデル・マルティネス投手を獲得しない方針を決定したことが20日明らかになりました。マルティネス投手はキューバ出身で、2017年に中日に育成選手として加入し、プロ入りからその実力を徐々に証明。2018年には支配下登録も果たし、翌年には初めてセーブを記録しました。2020年からはクローザーとしてチームを牽引し、2022年には39セーブを挙げて初のセーブ王に輝くなど、その名を広めました。特に2023年シーズンでは WBC キューバ代表としての活躍に加え、シーズン中は48試合で32セーブ、防御率 0.39 という素晴らしい成績を記録。さらに今季は60試合に登板し43セーブを挙げるとともに、2度目のセーブ王のタイトルを手にしました。 NPB で最も信頼される守護神としてその存在感を放っています。通算で303試合に登板し14勝18敗166セーブ42ホールド、防御率 1.71 を誇り、キューバ代表としても国際大会で数々の実績を残しています。2017年と2023年の WBC をはじめ、2019年にはプレミア12にも出場し、11月には大会で1セーブを記録するなど、その実力は国内外で高く評価されています。ソフトバンクは守護神ロベルト・オスナ投手が今シーズンから4年契約を結んでおり、セットアッパーのダーウィン・ゾン・フェルナンデス投手とも契約延長に向けた交渉を進めています。また先発に転向したリバン・モイネロ投手とカーター・スチュワート・ジュニア投手は共に2年契約を残しており、モイネロ投手は開幕ローテーション入りが確実視されています。スチュワート投手も今シーズン自己最多の9勝を記録し、引き続き先発として期待されています。さらに今季途中に加入したジーター・ダウンズ選手とも契約延長の方向で調整中です。来季の NPB では外国人選手枠が引き続き5に維持されるものの、投手だけで5人という登録は難しい状況となっており、枠の使い方は球団として大きな課題となっています。さらに小久保監督は来季の開幕ローテーションにモイネロ投手とスチュワート投手が入ることを明言しており、リリーフ陣でもヘルナンデス投手とオスナ投手を中心に起用していく方針に変わりはないとしています。三笠杉彦ゼネラルマネージャー GM は、現状の戦力を踏まえて野手陣については数年は主力がしっかりと支えてくれるだろうとコメント。続けて投手力に関しては野手に比べて相対的に強化が必要だと感じていると述べ、特に投手陣の課題を指摘しました。実際今シーズンの日本シリーズでは投手陣が崩れ、悔しい敗退となったことがその証です。ホークスご自慢の育成選手たちも土壇場の接戦では全く役立たずと言われており、本当の育成能力に疑問が多く寄せられていました。またオスナ投手は守護神として十分な働きを見せられなかったこともあり、今季で不良債権の烙印を押されている状態。金の使い方が下手くそな金持ち球団は投手力の強化が急務とされていました。そういったこともあってマルティネス投手の獲得調査が行われていましたが、最終的にはその獲得を見送る結果となりました。ここからはいくつかの要点に分けて、ソフトバンクが中日の守護神ライデル・マルティネス投手の獲得を見送った背景をまとめていきます。その1、外国人選手枠の制約。 NPB では外国人選手の登録枠が5に設定されています。ソフトバンクはすでに守護神ロベルト・オスナ投手、セットアッパーのダーウィン・ゾン・フェルナンデス投手、先発転向したリバン・モイネロ投手、カーター・スチュワート・ジュニア投手、そして今季途中に加入したジーター・ダウンズ選手と多数の外国人選手を抱えています。
マルティネス投手を加えることで枠の調整が難しくなる可能性がありました。その2、投手陣のバランスと戦力強化の方向性。ミカサ杉彦ゼネラルマネージャーは投手力の強化が課題であると認識しています。しかし既存の外国人投手陣の役割分担や今後の起用法を考慮した結果、マルティネス投手の獲得がチーム編成上適切でないと判断された可能性があります。その3、契約条件と資金面の検討。マルティネス投手は報道によれば15億円規模の契約が予想されており、マネーゲームになることが確実視されていました。ソフトバンクは12球団でもトップレベルの資金力を誇りますが、他の補強やチーム全体のバランスを考慮した際、マルティネス投手への投資が最適でないと判断された可能性があります。これらの要因が重なり、ソフトバンクはマルティネス投手の獲得を見送る決断に至ったと考えられます。ただ何かが引っかかります。そんなにホークスフロントが賢いとは思えません。金をかければ強くなるし、他球団を弱体化できるという成金主義だったホークスフロントがなぜこうも早く撤退したのか。そこには社会主義国家キューバ政府の法外契約があったのではないかと言われています。ホークスにはリバン・モイネロ投手やサルディ投手といったキューバ出身の選手が在籍しており、過去からもキューバとのつながりが深いチームとして知られています。しかしその深い関係が逆にトラブルを引き起こしたのではないかという見方もあります。その中心にはマルティネス投手の契約金額が関わっているとされています。マルティネス投手は報道で15億円規模の契約が予想されているように、非常に高額な年俸が予測されています。彼自身そしてキューバ政府もその額に見合った価値があると考えていることは間違いありません。しかしキューバの選手は政府の派遣選手であり、その年俸の一部は政府に納められる仕組みとなっています。したがって年俸が高ければ高いほど政府に納める金額も増加するため、キューバ政府は高額な契約を求めることは珍しくありません。一方でホークスのような強力なチームが契約交渉において優位に立つと考えられていましたが、実際のチーム事情としてリリーフ投手にそこまでの巨額の契約を結ぶことが難しい、理にかなっていない、必要ないと判断された可能性があります。メジャーリーグのリリーフ投手でも最高年俸が年31億円程度であり、日本ではリリーフの最高年俸が約 4.5 億円となるため、その金額を大きく超える金額を提示するのはコスト面で難しいという現実が浮き彫りになりました。さらにオスナ投手が4年40億円で契約していることもあり、その基準が若干高くなっていることも影響しているかもしれません。しかしリリーフ投手にその額を超える金額を提示するのは非常にコストパフォーマンスが悪く、ホークスとしても手を引いた理由が理解できる部分もあります。またキューバ政府の直近の国内状況悪化も影響していると見られています。2024年8月、キューバはソビエト連邦崩壊以来最も深刻な社会危機に直面していると報じられました。経済大臣ホアキン・アロンソ氏は2024年の経済成長が見込めないと発表しました。国民からの支持は低下し、国内は非常に不安定な状況、若い世代は次々に亡命している背景もあり、政府は資金繰りを繰り返している状況、選手にもホークスが大型契約という首輪をつけてもアメリカほどの大きな契約は提示できませんし、万が一メジャー球団が接触してきて亡命となれば大損です。また最近のプレミア12でモイネロ投手が体調不良にもかかわらず酷使される場面もあり、その対応について球団側が政府に対して不信感を持つようになった可能性も指摘されています。こうした背景を踏まえると、最終的にソフトバンクが撤退したのは単なる金額の問題だけでなく、政府との関係や選手の健康管理にも配慮した結果とも考えられます。今回の一件でこれまで本命と見られていたホークスが撤退したことにより、マルティネス投手の行き先はさらに不確実になりました。今後の動向に注目が集まる中、どのチームが最終的に彼を獲得するのか、その争奪戦の行方は依然としてわからない状態です。残留か移籍か、今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。